れたら不思議と何でもできそうな気がするんだ。全てをかけて守るなんて言えそうもない男だけど、愛が嘘か本当かなんて僕にはまだわからないけど、止まらなくて止められなくて誰にも取られたくなくて、君がそばにいてくれたら他には何もいらないんだ。それはほらあくまで例えばの話で、君に勝るものなどないってことさ。愛が嘘か本当かなんて僕にはまだわからない、おめでとう。晴れるに太陽のようで春日と名付けました。春が晴れた日のように暖かい存在であってほしい。友達や関わる人たちが春がいることでほんわかしてくれたらいいなと思ってつけました。生まれた時は 4000g とびっくりするぐらい大きく、初めて声を聞いた時はお父さんと涙を流したのを覚えています。家ではしっかり者のお兄ちゃんですごく頼りにしています。友達のこともちゃんと気にかける優しい春、これからも変わらず人に優しいままで中学校に行ってもたくさん友達を作ってください。改めて卒業おめでとう。ルカ卒業おめでとう。小学校6年間あっという間だったね。そして生まれてからの12年間も本当あっという間で、未だに覚えてるよ、宇宙人が出てきたなって生まれた時紫でびっくりしたの覚えてます。初めての子だったので、まあ、それからねあっという間にこんなに大きくなって、まあ今はねパパが嫌な時期なのかな、ね、嫌われてるのが伝わってますけど、まあ、パパはね、まあ、それでも、ルカのことを一番に、考えて、まあ、とにかく毎日ハッピーに過ごしてほしいなというのを願ってます。まあ、これからもね、大好きなねダンスもね続けて、楽しい人生を送ってほしいなと思ってます。おめでとう。あずさちゃんご卒業おめでとうございます。あなたの名前は、パパが顔を見てから決めるっていうことで何個か候補があったんですけど、その中で初めて3人の中で生まれてすぐを見ることができてあずさっていう名前に決めました。あなた自身が生まれた時は、みんなお姉ちゃんの方もすごく喜んでくれました。
小学校はちょっと大変だった時もあるけど、中学校ではすごくいろんなことを頑張ったと思います。高校になって自分の夢に向かっていろんなことをやってみたいっていうのがあるので、頑張っていろんなことをチャレンジしてみてください。応援してます。愛が嘘か本当かなんて僕にはまだわからない。